9時40分、フィリピンがアジアのフィリピンとして歴史の第一歩を踏み出す祭典の幕は開かれ、フィリピン共和国の初代大統領ラウレル博士は独立準備委員長の資格を持って厳かに独立宣言文を朗読。我々は今314年にわたる欧米の支配を脱却して完全なる独立国家として出発する旨を鮮明。フィリピンは今こそ栄光に輝く独立国家として構成したのだ。見よ、独立の栄光に輝く国旗が流量たる国家の水槽のうちにツルツルと上がる。この聖なるこの瞬間、参列する全ての人々はこの喜びの日を見ずして独立に準じた祖先の勲しとアジア解放のために尊くも散った UFO 日本の将兵に対し心からなる黙祷を捧げたのであります。ラウレル博士は自然たる口調をもって大統領就任の挨拶を述べ、大東亜の一環としてアジアに目覚めた新しきフィリピンの進むべき方向を明らかにした後、国民の決起を促しました。ついで最後堂々祈祷の未来を祝福すべきはつらつたる青年男女の大行進が展開されました。今日こそ声高らかに祖国の歌を歌え、大地を蹴って堂々進め。